こんなところで寝ようと思ってちょっと足が邪魔で、かわいい、かわいいね、萌えちゃん思い出したのかも、向こうで教えてもらったこと、すごいな、こう、コエルさん一人で、一人で上手になってる、さきねさんが爆発されてる、あ、その独身よ、飛ぼうって誘ってるよ、だって壁を真っ暗にして寝ると世界が広がるね。痛みとか、なんかちょっと声が迷惑になってるようになる。え、サクサ、サク、うん、遊んでほしいんやねんって言った、遊んでほしそう、ちょっと寝てるからね、うん、なんかすごいみんなが気持ちよさそうにしてるから自分のこと岩で試してみようと思ってるの、うん、すごいな、なんでこんな体勢で寝れるんやろ、うん、小松さんなんか明らかにおかしなとこ、小松さんはナスじゃないよね、全然ナスじゃないよね、それから何してんの、無理やりやね、無理やり相手にしてたね、そういうか偉いな、一人で音からやってきて、ね、ここまでおばちゃん練習にやりたい放題、Oh, my God.